調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍する方々にお話を伺います。本日のゲストは2013年にツツジが丘に音楽サロンラブラボーチェを開かれましたオペラ歌手の品田ゆりさんをお迎えしてお送りいたします。本日はラブラボーチェで収録させていただいております。今日はよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。こちらの音楽サロンラボラボーチェというのはどういうことをするところなんですか？はい、ラブラボーチェは心理学と音楽を両方学んでいただけるサロンです。まず音楽サロンっていう意味では音楽の教室、ボイストレーニングからピアノのレッスン、バイオリンのレッスンや器楽のレッスンなどもやっておりまして、あと心理学の面では、個人のカウンセリングをはじめとしまして、25講座からなっておりますライフステージメンタルベーシックという講座があるんですけども、心理学の中でも実践的にもうすぐ生活の中で使っていただける心理学を取り揃えておりまして、それをもう楽しくもう愉快に学んでいただくことができるようになってます。音楽をもともとされていたということを伺っているんですけれども、そこからこういった音楽サロンを開こうと思ったきっかけは何だったんですか？きっかけはですね、私がちょっと大きな病気をしたことがきっかけなんですけれども、その病気をメンタル療法、心理学とそれと食事療法を取り入れまして、完治してしまったということからが始まりなんですね。で、最初はオランダの友達からその食事療法というのを教えていただいたんですけども、それをやり始めて1ヶ月経たない間にがん細胞なんですけどがなくなってしまいました。私の方ではもう信じられなかったんですけど、それを自分だけ知っていてはいけないんじゃないかと思いまして、それでそのメンタル療法と食事療法、そして音楽療法も合わせて、こちらのサロンで提供できないかなと思ったのがきっかけです。ラブラボーチェというお名前なんですけど、これはどういったところから、これはですね、イタリア語を混ぜた造語なんですね。とっても欲張った名前ではあるんですけども、ラブというのが愛ですね、ラブラになりますと唇という意味があります。で、ブラーボというのはイタリア語で素晴らしいという意味がありまして、で、最後のボーチェというのは声、メッセージというような意味があるんですね。で、愛を持って唇から発せられた声、メッセージがいつも素晴らしいものでありたいという、そういった願いを込めて、全部それをくっつけてラブラボーチェという名前にしました。いろんな活動をされてらっしゃると思うんですけれども、その心理療法と音楽ってことも含めて、どういう方たちを対象にどんな形のイベントをしてらっしゃるんですか？そうですね、たくさんあるんですけれども、まず私は私たち音楽家ですので、講師が今10名ほど活動しているんですけれども、その講師は全部音楽家でありまして、なおかつ心理カウンセラーという資格を取っておりますので、コンサートの中でそういった心理的なものをお届けする場合もありますし、あとは講座を開かせていただいて、でその中でその音楽と一緒に皆さんもこう音楽療法しながら一緒に歌っていただきながら、そのメンタルのいい部分を伝えていったりというような活動をさせていただいております。あとはこちらのサロンでメンタル講座というのを開かせていただいておりまして、今度夏にもあるんですけれども、短期間で、4日間でこう全ての講座を学んでいただき、資格も取っていただくことができるという、そういったイベントを開催しております。こちらのね、お部屋に伺ってすごく落ち着く雰囲気だなっていうふうに思うんですけれども。あ、そうですか、ありがとうございます。お部屋の方も何かこうこだわったりしている部分っていうのあるんですか？はい、お部屋はこちらのサロンは左側、こちら右側と2つのお部屋からできていまして、こちらの今お話しさせていただいているところがメンタルの講座をやっているところになります。で、こちらは色彩心理学を利用させていただきまして、緑を基調に安心安全な場所であるということを強調させていただいてます。あとちょっと紫がテーブルクロスとかですね、カーテンなんかにはあるんですけど、その紫は、他にはないサロンだよという、ただの音楽サロンでもないし、ただのメンタルサロンでもないし、音楽とメンタル両方やっているという、ちょっとこう
希少性という意味があるんですけど、ちょっとなんかスペシャルな感じの空間っていうのを色で演出してます。で、この奥にあります音楽のサロンなんですけど、こちらのレッスン室になるんですが、そちらはちょっと赤を基調にしまして、ちょっとなんかこうイタリアのオペラチックな、こう情熱的な、こう気持ちがこうワクワクするような、そんな色を基調にインテリアを選んでます。自分たちのこう部屋を作るときにもちょっと参考になりますよね、そういうそうで話すがだね。とね。第1講座目が色彩心理学なんですけど、こう街中にあふれて色とか、あとご自分の使うものとか、そういう一つ一つの色だけでもパワーをもらえますので、使っていただけたら嬉しいですね。ラブラボーチェの25講座の最後にネイチャーセラピーというのがございまして、それは自然の中にちょっと場所を移して、そしてこう自然のこう生まれた時の状態に帰った気持ちで創作や講座をやっていくネイチャーセラピーというのがあります。で、この講座はですね、この間京王沿線のアンジェというところで開催させていただいたんですが、夢の街ラブラボーチェというのの今回6丁目なんですが、そちらに何かあってほしいものはないですかということを受講生の皆さんにお聞きして、そして噴水だったり天使だったり、あとはバルーンだったりですね、そういったものを言っていただいて、そしてそれを下書きなしで一気にクレヨンでみんなで全員で書き始める、そういった共同制作なんです。1回目が色彩色彩心理学なんですね。で、25回目でネイチャーということで、そういうことじゃあですそのね。間いろんなことを学んでっていう形なんですね。そうですね。ほとんど全ての心理学の大学に行ったのと同じような内容のものなんですが、それを実践的にもう今すぐここから使える心理学にこう噛み砕いた内容になってます。講座を受けられた方たちはどんな感想を持たれるんですか？そうですね。まずは人間関係で悩んでいる方たちがとても多くて、その方たちはもう悩まなくて済むようになったとおっしゃってますね。それからあとは自分の人生のこう指針というのが見えたとか、あと希望が持てるようになったとかですね。あとはご家族のことでやっぱり悩んでいた方なんかも、その自分の家族のこうコミュニケーションがとてもよく取れるようになって、すごく良くなったと。あとはご家族が引きこもりだった弟さんが社会に出られるようになったとかですね、いろんな効果をいただいておりますね。ということは、ご本人じゃなくてもご家族の方がするだけで家族にも影響があるということそなれんは大きな影響があると思いますね。やはりこの言葉をこう発するその言葉がどういった形で発せられるか、その言葉が何をもって発せられるかによって周りの人も全部変わっていきますので、本当にご家族の中で一人心理学をカウンセリングのスキルを学んでいただくと、本当に自殺がなくなると思いますね。オペラ歌手でいらっしゃるっていうことですけれども、そちらの方ではどんなお仕事をされてるんですか？皆さんに一番近いなと思うのは、テレビのコマーシャルソングを150曲ほど歌っておりまして、あとはですね、アニメーションの、歌とか、あと NHK の、その時歴史は動いたの後にやってます、歴史秘話ヒストリアというのがあるんですけど、そちらの歌なんかも歌わせていただいてます。オペラの方は昨年ちょっと1年間リトアニアの国立劇場から始まりまして、日本で3公演あったんですけど、6,000人の命のビザを書いてユダヤ人の方たちを救ったという杉原千畝さんというのがいるんですが、その杉原千畝さんを題材にしたオペラ、2時間ほどのものなんですけれども、それを歌わせていただいてきました。今回はオペラ歌手としてだけではなくて、脚本とか演出、いろいろ関わったというふうに伺ったんですが。そうですね。その前にやはりリトアニアの国立劇場で杉原千畝さんの奥様でいらっしゃる杉原由紀子さんの書いた詩があるんですけど、その詩をもとにした歌曲集を私がリトアニアで歌わせていただく機会をいただきまして、その時に千畝さんの方のオペラを脚本を書いてみないかというようなお話をいただきました。杉原千畝さんは早稲田大学で3年ほどいろいろ調べまして、で書き上げたんですね。関係先との障害とかも
全てに携わったってことですけど、ご苦労も多かったですか？そうですね、やったことがなかったので、とにかく初めての経験でしたので、そういったオペラ制作ということはですね、でしたけれども、とても勉強になりまして、早稲田のオーケストラの OB の方たちにお声掛けをして、杉原千畝でメモリアルオーケストラというのを結成しまして、でその人たちにオーケストラの伴奏をしていただきましたり、はい、もう本当にいろいろなことを全部やらせていただいたんですが、とても目まぐるしい1年だったんですけど、すごく充実してました、うん、来年の3月の25日に昼と夜という形で、新宿文化センターの大ホールで、杉原千畝のオペラ人道の桜という名前なんですけど、再演が決まりました。また楽しみですね。はい、はい、頑張りますラブラボーチェの方では今後はどういう活動をしていきたいなって思ってらっしゃるんですか？はい、まずはこのラブラボーチェを調布のこのつつじが丘の駅から1分2分のところに設けたということはですね、まず調布の方たちから元気になっていただきたい、そして京王線沿線の方たちから自殺者を減らしていきたいというのが一番大きな私の目的でございますので、調布の市民の皆さんに、そして京王電鉄の京王線沿線の皆さんに元気になっていただくようなイベントをたくさん企画していきたいと思っています。はい、そろそろ終わりの時間が近づいてきたんですけれども、はい、これから先の活動を決まっているものがありましたら、ぜひご紹介ください。はい、実はこの春から新しいイベントとして、ラブラボーチェが調布の市民の皆様に、京王線沿線の皆様に向けて新しいイベントを企画 しました。で、4月の22日が一番最初にスタートしたものなんですけれども、次回ですね、5月の27日の金曜日、毎月1回、第4金曜日の10時半から11時半まで、こちらのサロンの1階にありますイタリアンレストランアゼリアというのがあるんですが、そちらで、みんなで歌を歌う会というのを開催いたします。はい、10時半から11時半のレストランがオープンする直前の前の時間帯なんですけど、ドリンクがつきまして、そしていろいろな歌の楽譜と、それから歌詞カードを皆様にお配りして、参加費は800円ほどかかってしまうんですけれども、私たちラブラボーチェのオペラ歌手とピアニストが揃いまして、皆さんと一緒に童謡からこう感想でとか、はい、シャンソンまでいろんなものを歌っていこうという、そういったイベントを企画しておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。そこに行くと品田さんともおしゃべりができるっていうことですねはい、そうですね、名前がスカラ座という名前になってるんですが、うん、素敵に歌って楽しむ座談会という形になってますので、はい、お話をしたいと思います。はい、はい、今日の調布ワクワクステーションは、音楽サロンラブラボーチェの主催をしていらっしゃいます品田ゆりさんをお迎えしてお送りしました。お話を伺ったのは柴田恵子でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか？この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。これからも調布で活躍している方々にお話を伺いますので、お楽しみに。それではまた来月お会いしましょう。